ベーラー。ベーラーは農業機械の一種で、刈り取って寄せ集めた干し草や藁のような作物を圧縮して梱包し、トワインで結束するために使う梱包機械である。成形する梱包の形状と大きさによって、いくつかの異なったタイプのベーラーが使用される。一般的にベーラーはトラクターに牽引されて、その p t o の動力によって稼働するが、 エンジンを搭載した自走ベーラーも存在する。また、資源リサイクル施設等に設置された産業用梱包機もベーラーと呼ばれる。梱包機は主としてプラスチックや紙、段ボールを圧縮梱包してリサイクル施設に輸送するために使う。最もよく使われるタイプのベーラーは円柱状に成形された梱包を作るロールベーラーである。干し草は ベーラーの内部でゴムベルトかローラーまたはそれらを組み合わせた機構によって単純巻き上げられる。ロールベーラーを牽引するトラクタは冷気によって収装されたウィンドローをまたぐように走行し中央部だけ密度が高いタル型のベールができるのを防ぐためにトラクタのトレッドの範囲内でウィンドローの上を蛇行するように走行する。多数のタイが取り付けられたピックアップが ウィンドローを拾い上げて、星草の圧縮、成形を行うチャンバーへと送り込む。機種によっては、ピックアップの後方に並べられたカッティング内で、切断されてからチャンバーへと星草を送り込む。ベールが決められた大きさになった時、自動または手動操作でベールを縛るように、トワインかネットが外周に巻き付けられるが、結束はされない。そしてベーラーの後部が上に開き、 ベールが放出される。トワインやネットを繰り出す際には、トラクタを完全に停車させ、ピックアップからの干し草の供給を中断する必要がある。わらや、完全に乾燥した干し草のベールはこれで完成であるが、もしベールをサイレージにするなら、別の機械で、機密性のあるラップフィルムを巻き付けてラッピングする。可変形タイプのベーラーは、 外径が48から72インチかそれ以上、幅60インチのベールを成形する。ベールは大きさ、干し草の種類、および乾燥度合いによって、1100ポンドから2200ポンドの重量がある。初期のロールベーラーは、ロトベーラーとして、エリスシャルマースで、幅は48インチだった。最初のロールベーラーの概念は、ウンモル・ウェベンスによって1910年代初期に、 すでに考案されていた。エリス・シャルマースの円柱状にベールを梱包する機械は、1947年に発表され、1960年に販売中よされるまでの間、当時長方形のベールが最も一般的であったところに、ロールベーラを販売することにおいて先駆者だった。近代的なロールベーラは1972年にフェルメール社によって設計された。 日本のメーカーは農家の規模に合わせてロールの外径が 120cm 以上の大型タイプ、100cm 前後の中型タイプ、そして外径 50cm のミニタイプの3つのクラスのロールベイラーを販売している。また水田での稲藁収集を可能にするためクローラーを備えた自走式のロールベイラーも生産している。最近では裁断されたデントコーンを ホッパで直接受け、そのままロールに成形する専用のロールベーラーも登場した。落農等の200頭以上の牛を飼う、現代の大規模農業において、1トンかそれ以上のロールベールは検討に値する。しかしながら、ロールベールは斜面を転がったりするため、特別な運搬方法や荷役機械を必要とする。日本において、一般的なロールの取り扱い方法は、 フロントローダーの先端に取り付けるベールグラブやベールハンドラであるが、海外でロールの取り扱いに最も重要なツールとされるものは、ベール用のスピアーかスパイクで、トラクタの3点リンクかスキッドステアローダの全部、小型トラックの2大後部等にも取り付けられ、4輪バギーで牽引するスピアーも存在する。それらは、ロールベールの大体中央に突き刺し、持ち上げて別の場所に運搬する。 目的地に着いたら、ロールは地面に置かれ、スピアーは引き抜かれる。スピアーを慎重に中央に突き刺すことは、ロールが運搬中にくるりと回って地面に接触し、不意の事故が発生するのを防止するために重要である。また、ロールを持ち上げて運搬するのに、グラップルフォークが使われることもある。グラップルフォークは、トラクタのフロントローダーに取り付ける、油圧作業機である。 油圧シリンダが伸びると手を閉じるようにフォークが下向きにつかむ。ロールベールを移動するためにトラクタは横からベールに接近してベールの下にバケットを置く。フォークはベールの上から挟み込むようにベールをつかみバケットを持ち上げて運搬する。ブログの記事ヘイ、hey! デリバリーの中では大小のロールベールを簡単に移動する方法を見ることができる。 これは簡単な日用大工でできるローダーのバケットの改造法である。2個のフックをフロントローダーのバケット上わつらの両サイドに溶接しチェーンを取り付ける。そしてオペレーターがトラクタに乗ったままチェーンをベールの向こう側に回してバケットをすくい上げるとベールをつかむことができ、それを運搬して積み重ねたり家畜の餌場に置いたりできる。この簡単なシステムの利点は トラクタのフロントやリアに装着する高価な作業機を使用しないということである。これで小さな農家は余分な作業機の経費を負担することを回避でき、一つの機能のために別のトラクタを用意する必要がない。少々練習することで専用の油圧ベールグラブと同じくらい素早く使うことができる。シュガーマウンテンファームのウォルタージェフリーズによって開発されたこの方法は 複雑なメンテナンスもなく、ベールスピアーや、ベールグラブよりも安全である。ロールの平らな面を地面に置くと、後でそれを倒すのは難しいので、たくさんのロールを長い距離運搬するのには大変である。平らな荷台のトラックでロールを運ぶのは、上り坂で、ロールが転がり落ちるかもしれないので難しい。これを防ぐために、平らな二台のトレーラーはロールが、前や後ろに転がるのを覚うため、 両端に丸いガードレールを備えている。この他の解決法は、サドルワゴンでロールが落ち着くようロールの形に合わせた台座を備えたり、ロールを支える支柱で荷台を区切ったものである。それぞれの台座の高い側の面、または支柱の間にベールが収まることによって、積み荷のベールが転がり落ちることを防ぐ。ロールベールは、給仕する場所に置くことによって、直接給仕することができる。 ベールのラップを剥ぎ取り、周囲から保護されたリングの中に置くと、ベールの外周からほぐれた干し草を家畜に踏みつけられることがない。ロールベーラーの成形と圧縮の過程は、ベールを逆に転がして、ほぐすのを助けてくれる。とワインやネットを切断した上でロールを逆に転がしただけで、連続した平らな細長い列になるからだ。最近取り入れられた牧草の格納方法は、 高水分のままラッピングしたロールベールサイレージである。これは普通のロールよりもはるかに水分が高い状態で梱包されており、高い含水量のために通常のロールよりも重量が重いため乾燥のロールよりも小さい小道で梱包される場合がある。ロールベールサイレージはすぐに発酵し始め、このベールの中央に突き刺した金属製のベールスピアーに触ると発酵の熱によりとても熱くなっている。 専用のラップマシンを使用する場合は、半乾燥状態の干し草のベールをトラクタの3点リンクに装着された上部に地帯のローラーがついているターンテーブルの上に乗せ、ベールを転がすと同時に水平に回転させながら、わずかに粘着性のあるラップフィルムを何層かにわたって巻き付ける。これによって、円柱状のベールの断面と側面が同時に密封される。 一本のラップフィルムを巻き付ける方式をシングルストレッチ、二本同時に巻き付ける方式をダブルストレッチと呼ぶ。近年ではベーラーとラップマシンが一体化してウィンドローを拾い上げて梱包作業をしながら同時進行で前の工程で完成している梱包のラッピング作業ができるベーララッパが使われ始めた。ロールベールサイレージはトラクタのフロントローダーに取り付けられた。 油圧式のベールグラブで移動したり、積み重ねられる。普通のベールスパイクで移動することもできるが、密封されたラップに穴を開けてしまうので、その都度空気が侵入しないようテープで補修するか、すぐ給仕しなければならない。ロールベールサイレージは、通常リングフィーダー等で家畜に給仕するたびに、一つずつ開封される。各ベールの高い機密性は、まるでそれが、バック、 バックサイロの中にあるかのように梱包された資料が発行することを可能にする。しかもバックサイロよりも取り扱いが簡単で密封した梱包を個別に運搬することができる。対照的に大きなバックサイロは破れやすく、ローダー等の機械で簡単に損傷するバッグの中からバラのサイレージをすくい出さなければならない。しかしながらラップフィルムを多量に使い、 サイレージで汚れたラップフィルムは燃料として焼却する以外には再利用したり再生する方法が全くない。ベール一つ当たりのラッピング費用はおよそ5ドルである。この記事の英語版ではロールにラップを巻き付ける簡単な方法が紹介されている。その作業方法はまずトラクタに取り付けられた特殊な回転するベールスペアーで突き刺す。ベールは回転させられ、ラップフィルムは ベールの外側にぴったりと巻き付けられる。このラップするフィルムのロールは、オペレーターが重いラップフィルムを持ち上げなくても良いように、ベールの軸に対し平行に移動するアームに取り付けられる。このようなラップの巻き方だとラップの層は、ロールベールの平らの面の真ん中に12インチほどの、ラップされずに解放された部分が残るので、後でそこを、ラップで覆って密封する。これらのベールは、 それぞれのラップされたベールをすでに地面に並べられているベールに対してしっかりと押し付けながら地面に置く。そうすると互いのベールの端のラップが空気と湿気を遮断し風雨から干し草を保護するため開いている両端をラップで覆う手間を省くことができる。列の最後のベールは干し草を開梱するまで手作業でぴったりと密閉される。別のタイプの このベーラーは、共同草地等で利用される大きな長方形のベールを成形し、それぞれのベールは6本ほどのトワインの紐で結束される。結束する際にロールベーラーと違って停車する。必要がないため連続作業が可能であり、ロールベーラーよりも能率に優れる。このようなベールは、非常に高密度に圧縮され、一般にロールベールよりも重量がある。核型のベールは、 平らボディのトレーラーから転がり落ちるというリスクがほとんどないのでロールベールより輸送しやすい。長方形の形は保管場所を節約し、し草でできた硬いブロックは輸送や保管のために何段も積み重ねることを可能にする。それらは何トンもの飼料が毎時間給仕されるフィードロットと呼ばれる大規模な家畜飼育場に最適である。巨大な長方形の形のため、 これらの角型ベールを持ち上げるためには、大型のスピアーフォークか、スクイーズグリップを装備した重機、例えば大型フォークリフト、トラクタのフロントローダー、テレハンドラー、ヘイスクイーズ、またはホイールローダーが使われる。日本でヘイベーラーやタイトベーラー、あるいは単にコンパクトと呼ばれる梱包機は普通、このタイプのことを指す。ロールベーラー等に押されて、今では、 一般的でなくなったタイプのベーラーではあるが、今でもニュージーランドやオーストラリアのような多くの国々で大型のベーラーを押しのけて小さい角型ベールを梱包していて、大抵はスクエアベーラーと呼ばれる。ベールのサイズは15インチ、18インチ、38インチはである。ベールは2本か3本、稀に4本のトワインで結束される。ベールは一人で取り扱うのには十分軽く。 およそ45ポンドから60ポンドである。ベールを成形するために、星草のウィンドローは、ベーラーのピックアップについているタイによって、拾い上げられる。星草は次に、フォークに引きずられたり螺旋を使って、ベーラーの片側にあるチャンバーに送り込まれる。ナイフがついたプランジャーは、このチャンバーの内部で前後に往復運動する。プランジャーのピックアップ側の面に取り付けられたナイフは、 干し草をチャンバーに入る入り口で切断し、プランジャーは干し草を圧縮しながら、梱包に詰め込む。測定装置は圧縮されている、干し草の量を測定しており、梱包が適切な長さになった時、梱包にトワインを巻きつけて、そのトワインの端を結ぶタバキを作動させるとリガーとなる。そして結束された梱包は、次に成形されている梱包に押し出される形で、地面へ落とされるか、 ベーラーの後部に牽引された専用のトレーラーへと押し出さる。梱包される材料が続く限り、この過程はトラクターを停車することなく連続して行われる。多数の小さいベールを取り扱うのにかかる手間のために、このタイプのベーラーは商業的で大規模な農業にはもうあまり使用されない。しかしながら、小規模、あるいは機械化の進んでいない農家、そして、 ホースキーピング等の用途に人気がある。これらの農家が便利だと考えて使い続ける主な理由は、スクエアベールは牛舎や菜等の狭い場所で飼料を作るのが容易なためである。干し草がプランジャーのナイフで切断されている上にロールベールのように梱包が巻かれていないことから、トワインを外すだけで簡単にほぐれて給仕がしやすいことがその理由として挙げられる。他にも、 シンプルな機械が使用できて、その取り扱いが簡単であることから、これらの小さな梱包は断熱性を持った建材として、ストローベール建築にも使用される。一般に、スクエアベールは高い密度で隙間なく積み上げることができるから、ロールベールよりも風化に強い。これらの古い型のベーラーの多くは、特に長い期間、ベールを外に置いておける乾燥地帯では、今日でも、 まだ農場で見られる。小型の角型ベールのための自動梱包機は1940年代にほぼ現在の形になった。それはニューホランド AG によって最初に製造され、小型のガソリンエンジンを動力源として使用していた。それは1937年に発明され、オートピックアップを備えたトワイン結束ベーラーを元にしている。 1937年以前のベールは日本の梱包用ワイヤーで手作業で結ばれていた。さらに早くベーラーは定置式の作業機でトラクタの PTO からのベルトによって駆動していて、干し草は手作業で運んできて投入していた。1940年以来、このタイプのベーラーの最も大きい変化は内蔵されたエンジンの代わりに、 トラクタの PTO によって動かされるようになったことである。現在でも小型スクエアベーラーはトワイン結束機かワイヤー結束機を注文することができる。1940年代にはほとんどの農家が20馬力以下の小型トラクタを使って牧草地で干し草を梱包し、ベーラーが通った草地には結束された梱包が落とされた。別な作業者のチームが 荷台の平らな馬車に乗り、鋭い金属製のフックでベールを引っ掛けて馬車へと投げ上げられた後、補助員がそのベールを積み重ねて納屋へと運搬された。その後の能率を上げるための進歩は、ベーラーの後に直接トレーラーを牽引するようになったことである。梱包はレールを押し上げられて、トレーラーで待っている係員へと送られ、次のペールが梱包されて送り出されて車に、係員は、 トレーラーの上でそれを積み重ねた。トラクタの馬力が年々大きくなるにつれ、ついには梱包をトレーラーへと自動で投げ飛ばすベーラーが可能になり、スロワーベーラーと呼ばれた。これにより、誰かがトレーラーの上に立って完成した梱包を受け取る必要がなくなった。最初の梱包を投げ飛ばす機構は、完成した梱包を掴むのに高速で回転する。 向き合った摩擦ベルトを使用、トレーラーめがけて角度をつけて梱包を投げ飛ばした。トレーラーは投げられた梱包を受け止めるネットとして機能するように単なる平らな荷台から後方と両側面の三方を囲った骨組み状の枠に吹かされた。トラクタの大型化が進んだことによるスロアベーラーの次の進歩は、油圧で梱包を投げ上げる機構のベーラーだった。これは、 結束機の後ろで平らな皿を使い、梱包がベーラーの後部から押し出されるに従って一度に一つずつ皿の上に押し出される。梱包が移動して完全に皿に乗った時、大きな油圧シリンダに突然押されて梱包が跳ね飛び、カタパルトのようにトレーラーへと投げ飛ばした。パンスロワー方式はベルトスロワー方式よりベールに与えるストレスが極めて少ない。 ベルトスロワーの摩擦ベルトが梱包をつかむ時に、トワインや結び目にストレスがかかり、スロワーの中を通る時やワゴンに着地した時に稀に梱包が壊れてしまうことがある。ニューホランドは、スタッククルーザー、または、スタッカーという機械を発明した。これは、梱包を連続して自動的に地面から拾い上げて保管場所まで運搬する特殊な自動車である。その動作は、 スタッカーを梱包のある場所まで運転していって、梱包を拾い、一番目のテーブルの上に一列に並べられる。一番目のテーブルに所定の数が並んだら、一番目のテーブルが後方に向かって垂直に跳ね上が、梱包を二番目のテーブルに押し出す。この工程は、あと四回ほど繰り返される。二番目のテーブルに梱包がすべて並んだら、一番目の テーブルと同じように垂直に跳ね上がり、梱包の壁を一気に荷台に立てながら、すでに立っている、梱包の山を後ろへと押しやる。これらの動作を自動的に繰り返してスタッカーは、梱包を荷台に整然と積み重ねる。積み重ねられた梱包の壁が揺れたり崩れたりするのを防ぐために、梱包の山の上部と両サイドを抑える構造になっている。荷台が満杯になると納屋に運搬され、 スタッカの後部が垂直になるまで荷台をダンプさせ、機械から飛び出した二つの押さえ板が梱包の山の下部を押し出しながら、スタッカをナヤから前進させる。ベールバンデットと呼ばれる。この機械は、スクエアベーラーに牽引されて、梱包をベーラーから自動的に受け取り、機械の内部で梱包を自動的に積み重ねた上で、大きな長方形の形状を結束して排出する。これはちょうど、 ビッグベーラーが成型する梱包に形状が似ており、大型の200車両で一度に運搬できるほか、保管の上でもスペース効率に優れる。イギリスで、もし未だにスクエアベーラーを使っているなら、通常ベーラーから排出された梱包は、ベーラーの後ろに牽引されたベールスレッジで集められる。これは、多数の鋼材、自動制御の配列装置、止め金やスプリングで構成され、 ベールを並び替えて、横4個縦2個の8字型に整列させる。スレッジがいっぱ杯になった時、後部のドアが自動的に開き、梱包は8字型に整列したまま地面に下ろされる。これらは個別に手で拾われて積み込まれることもあるが、トラクタのフロントローダに装着された専用のベールグラブで、スレッジが地面に置いた8個の梱包をそのまま掴むことができる。そして、 掴んだ8個の梱包は運搬するためにトレーラーに乗せられるかベール置き場で8段か10段のおおむね立方体になるようにな高さに積み重ねられるそしてトラクタの3点リンクに装着する大きなアタッチメントで積み上げられた立方体の側面を挟みこの梱包の山を丸ごと持ち上げて移動することも可能である1940年代に アメリカの田舎に電気が引かれる前、いくつかの小さい農場はトラクターを持っていても電気は来ていなかった。トラクターを所有することができた一握りの農家はしばしば周囲のまだ馬を使っている農家の梱包作業をすべて引き受けていた。梱包を納屋のロフトにあげるために納屋の屋根には滑車が取り付けられていた。この滑車は屋根の端から数フィート張り出しており、 その下には大きな扉が設けられていた。滑車の下部にはフックがついており、梱包を引っ掛ける爪がついていた。梱包を集めてきたトレーラーを、納屋の脇に止めて、トレーラーまで下ろされたフックを梱包の一つに引っ掛ける。滑車のロープを手で引いて梱包が、扉の中央に来るまで空高く持ち上げてから、ロフトの中へと引き込んで、フックを外した後、手作業で、ロフトの床に、 横一列に隙間なく、並べ、梱包が、ロフトの屋根に届いて満杯になるまで、ウェーウェーと積み重ねられた。そして農場に電気が引かれた時、滑車で梱包を送る作業方法は、平エレベーターとして知られるモーターで動く長いコンベアに置き換えられて、姿を消した。典型的なエレベーターは、むき出しの骨格のフレームで、数フィート間隔で3インチの爪がついたチェーンで、 引きずりながら梱包を搬送する。一番目のエレベーターは梱包をピークエレベーターまで持ち上げるために、ナヤのつまにおよそ30度の傾斜角度をつけて設置された。胸着の下に沿うように設置されたピークエレベーターは、ロフトの入り口からその奥へと梱包を水平に搬送する。また、デュアルフロントバックチェーンを使うと梱包は軽エレベーターから、 ピークエレベーターへと直接搬送される。梱包を運んできたトレーラーを傾斜エレベーターの横に停止させ、納付は一度に一つずつ傾斜エレベーターに梱包を置く。梱包がピークエレベーターに届くと、ピークエレベーターの全長にわたって調整可能な梱包をエレベーターから落とすゲートがある。ロフトの床からロープを引くことによって梱包を落とすゲートを開閉することができ。 そしてベールはエレベーターからロフトの任意の場所の床に落とされた。これにより一本のピークエレベーターで梱包をロフトの任意の区画に送ることができた。この完全な平エレベーターの梱包を持ち上げ送り、そして保管場所に落とすシステムは一人で取り扱うことができ、単にトレーラーから梱包を拾い、エレベーターのスイッチを入れ、そこに梱包を乗せるだけでよい。念のため、 時々梱包がロフトの正しい位置で落ちているかをチェックする。ロフトで梱包を基調面に積み上げていると、時としてスピードに負けて、コンベアから転がり落ちてくる梱包が山のように積み上がることがあるが、エレベーターのゲートを切り替えて、代わりに空いてる場所にとりあえずそのまま落として山にしておく。そうすると、エレベーターによって落とされたままの梱包の山は、 トレーラーが再び梱包を積み込みに行っている間に規則的な列に積み直すことできた。梱包を保管しているロフトからそれを運び出す作業は干し草を機械で梱包するようになってからあまり変化がなかった。まず作業者はロフトの梱包の山によじ登って梱包を引き出しロフトの床へと投げ落とすか転がして落とした。梱包をロフトの床に落としたら作業者は 山から降りてきて、ロフトの床にあるベールシュートの蓋を開き、そこから家畜がいる区画へと通じるシュートに梱包を落とした。大抵のナヤは、ロフトの床の中央と端にいくつかのシュートを備えていた。これは、梱包をそれぞれ使用する区画に直接落とすことができた。し草の梱包は、ほどけてそのまま牛に給仕できるように、端のシュートから落とした。 麦わらの梱包は、家畜の色料として使うために中央のシュートから落とされた。色料として使う梱包からは、手でトワインを取り外し、家畜のいる床へと落とされた。乾燥が進んだり、梱包の山の下で何トンもの圧力によって、しっかりと固まったほとんどの梱包を使用するためには、バラバラにしてから叩いて膨らませる必要があった。このすべて手作業で行う。 梱包の取り扱いを迅速化する最近の方法の一つはベールシュレッダーである。これは大きな垂直に回転するドラムに切断したり引き裂いたりする刃がいている。シュレッダーはシュートの下に置かれそこから機械に収まる程度に何個か梱包を投入する。作業者は次に納屋の通路に沿ってシュレッダーを押しながら裁断してふわふわになった色料を 連続して機械から吹き出させる。産業用梱包機は、リサイクルできる廃棄物、事務用紙や段ボール、プラスチックアルミホイル、缶等や食品工場から出た残砂大豆カスやジュースの絞りカス等を、家畜の飼料用に圧縮、梱包るために利用する。これらの梱包機は、鋼鉄でできていて、積み込まれた材料を圧縮する、油圧シリンダーを備えている。 シンプルな梱包機は処理量が少ない労働集約的な用途に適している。その他の梱包機は非常に複雑な構造で自動化されており、大量の廃棄物が扱われるところで使用される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。